はい、この山の斜面の方を見たらですね、ヒノキゴケですね。ヒノキゴケが斜面にね、張り付いてますよ。はい、この辺ヒノキゴケですね。はい、はあ、こうやって見ると上の方にね、あの辺もずっとね、はい、あの辺もヒノキゴケですね。斜面にね、こう上までずっとね、つながってますね。わかりますかね。はい、この辺もずっとヒノキゴケですね。はい、なんか面白いの見つけましたね。これ一面の岩にね、これコケシノブと、そしてあれは何かな、シダかな、シダみたいなのがね、ここから下がってますね。ちょっと望遠で寄ってみたいと思いますが、これはシダでしょうね。こちら側はこれはコケシノブだと思います。そうですね。はい、ついに見つけました。またカサゴケ、すごい大群生ですね。これこの斜面一面すごいですよ。これ見てください、ずっとねカサゴケです。うわー、これはびっくりしました。カサゴケの大群生ですね。うわー、この辺全部そうですね、一面すごいな。あの上の方もね、もそうですね。はい、カサゴケ大群生、これはびっくりしました。はい、はい、近くにはねこういう沢が流れていましたね。そして本当林道脇ですよね、これね。林道脇にすごい大群生ですね。これは私も初めて、ちょっと初めて見た感じですね。すごいな、これしました。はい、谷のような、これは滝のようなね、ところを見つけました。あ、結構ありますね、苔がね。何苔でしょうかね、ちょっと見てみましょう。よいしょ。あ、はい、これはシノブゴケですね。シノブゴケ、はい、はい、この苔は何かな、ちょっとこれはわからないですね。ネズミの苔に似ていますが、ちょっと違いますかね。上の方にもね、ありますね。はい、これは何ゴケでしょうかね。ちょっと今ちょっとね上の方なんでね、望遠で撮ってますよね。ちょっとコケの種類がね判別できませんよね。岩にねこんもりとね、コケがね張り付いてますね。